相田市の住宅で一人暮らしの女性が殺害された事件で、女性の知人で相田市の無職の男が昨夜殺人の疑いで逮捕されました。中継で池田記者がお伝えします。はい、逮捕された男は現在こちらの相田警察署に留置され、午後にも鹿児島地検に送検される予定です。殺人の疑いで逮捕されたのは相田市東持田の無職馬場進容疑者です。警察によりますと、馬場容疑者は今年7月、